はいさーい、本日は動画のこと第4回目ということで、動画のシャッター速度について学んでいきましょう。まあちょっと活字で見るとね、難しく聞こえると思うんだけれども、すごい分かりやすく説明するので、そのあたりは安心してください。で、あと僕ね、今日すごい鼻炎で鼻声で聞き取りづらいと思うんですけれども、すいません、そのあたりは。ということで、じゃあ早速勉強していきましょう。はい、第4回目ね、改めまして、動画のシャッター速度についてということでね、前回第3回目で動画のフレームレート数についての、レクチャーをしたと思うんですけれども、そちらがしっかりと頭に入ってない場合、途中でこんがらがってくる可能性があるので、一度、まだ見てない方は概要欄からね、そちらの動画を見てからもう一度戻ってきてください。ということでね、動画のシャッター速度を学ぶ上において、本日は4つの項目に分けてきました。まず1つ目が、動画におけるシャッター速度というものについてで、2つ目がフレームレート数とシャッター速度の関係性についてで、3つ目が西日本と東日本では適正なシャッター速度が違いますよという話についてで、4つ目が ND フィルターを使うということの重要性についてです。この4つまとめて動画のシャッター速度のことというカテゴリーにしたいと思います。で、このシャッターについて簡単に説明するとですね、こうやってシャッターボタンをポチッと押しますよね。そうするとこのシャッターユニットがシャッターを開いて閉じます。これがシャッターの仕組みなんですね、大まかに言うと。で、カメラの設定項目のシャッター速度っていうのは何かというと、このシャッターをどれぐらいの時間開けときますよっていうのを設定する数値なんですね。カメラでシャッター速度を速い秒数で設定すると、シャッターを開く時間っていうのが短くなります。シャッターを開く時間が短くなるということは、取り込む光の量が少ないわけですね。で、反対にカメラでシャッター速度を遅く設定したとします。遅く設定するということは、シャッターを開いている時間がその分長くなるということになるんですね。まずこちら見てください、コップの中に入ってくる水が光で、コップ自体が、シャッターだと思っていてくださいね、当然入ってくる水の量が同じであれば、長い時間蛇口を開けてる方が、コップの中に水は溜まりますよね。これと全く同じ原理でして、当然シャッターを開いている時間が長ければ長いほど中に光はたくさん入ってくるんですよ。今の説明で大体シャッター速度というものがどういうものなのかっていうのは分かったと思います。要は光の入ってくる量を決めるっていう、そういう数値ですね。では動画におけるシャッター速度というものは、どのぐらいのシャッター速度が適正なのかという話になってくると思います。これが今回の話の一つのミソです。ここで前回学んだ FPS というものが非常に役立ってきます。基本的にシャッター速度というものは FPS、 要は動画のフレームレート数に対して合わせていくっていうものになってくるんですね。基準値となるのが、自分が設定した FPS に対して動画のシャッター速度の分母の部分ですねが FPS の2倍になるぐらいの速度が一番いいと言われております。例えば今動画を FPS24fps で今僕撮影してるんですけれども、シャッター速度は50分の1秒ということになりますね。ほぼ2倍です。で、例えばこの動画を 30fps で撮影していたとすれば、シャッター速度は60分の1秒が適正になるわけですね。シャッター速度を設定する際に、自分が設定したフレームレートの、かける2倍の分母のシャッター速度を選べばいいわけですので、そんなに難しい話ではないと思います。逆にですね、このシャッター速度っていうのは加減もあります。例えば 30fps で撮影するのであれば、30分の1秒は絶対必須です。で、60fps で撮影するのであれば、60分の1秒のシャッター速度っていうのは絶対に必要になってくるんですね。まあこれはね、ちょっと図を見た方が分かりやすいと思いますので、こちらの図を見てください。上にある黒い点が、動画のフレーム数ですね、要は FPS です。この図でいくと、フレームが、黒い点が30個ありますので、30fps で撮影している動画ということになります。で、対して、下の赤いもの、これがシャッター速度になってくるわけなんですけれども、シャッター速度はね、10分の1秒で、撮影しております。そうするとですね、フレームレート30に対してシャッター速度の分母が足りてないですので、非常に分かりやすい考え方としては、シャッターを1回切るあたりにフレームを3つも食ってますよね。ということになると、3フレーム全く同じ映像ということになるんですよね。そうすると小飛びみたいな感じというかね、すごく、気持ち悪い映像になってしまいます。
なので、基本的に、フレームレート数に対してしっかりとシャッター速度の分母が合ってなければならないですので、このあたりはね 30fps であれば、30分の1秒、 60fps なら60分の1秒というのをね必ず守ってください。で 24fps とかで撮るときは、24分の1秒なんていうシャッター速度ないですので、一番近い25分の1秒を選択するということになりますね。とにかく FPS の数に対してシャッター速度の分母が下回らなければ OK です。まとめると、適正なシャッター速度は、FPS の2倍の分母を持つシャッター速度、これが、適正な数字です。で、最低限の、加減としては、フレームレート数に対して、シャッター速度の分母が同じもしくはそれよりちょっと上ぐらいを、満たしていれば、まあ、あの動画をしっかりと撮ることはできます。こういう話をするとね、大体シャッター速度の上限はいくらまでなんですかという話になってくるんですけれども、まあ、実はね無限に OK なんですよ、うん、8000分の1秒でもいいんです。いいんだけれども、綺麗な動画を撮るっていう観点になったら上限っていうのもやっぱり決まってくるんですね。じゃあ例えばこちらの映像を見てください。こちらは 24fps に対して50分の1秒のシャッター速度、要は適正なシャッター速度で撮っている映像です。では続いて 24fps のままシャッター速度を1000分の1秒まで持っていきましょう。どうでしょうか、このコマ送り感ね、パラパラ漫画みたいな感じになってますよね。シャッター速度が速すぎると1フレームあたりの画像がきっちりブレのない静止画として撮られます。一見その方がいいように聞こえるかもしれないんですけど、フレーム間で適度なブレがないと自然な動きを表現できなくなるんです。だから適正なシャッター速度っていうのは大切になってくるんですね。で、ただしね、この先ほど説明した適正なシャッター速度というものは実はね、東日本と西日本によって違うんです。まあ、例えばなんですけど、あの蛍光灯の下とかで動画撮ったこと皆さんありますかね。あの蛍光灯の下で動画撮るとね、なんかこう映像がジラジラというかチカチカしたりとかっていうことがあるんですよ。それがフリッカーという現象で、ちょっとうち蛍光灯がないんで、あのフリッカーのサンプル撮ることはできなかったんですけれども、あの調べたらいくらでも出てくるんでね、フリッカーって調べてみてください。で、このフリッカーっていうのはシャッター速度に依存していて、西日本と東日本ではフリッカーが出るシャッター速度っていうのが違うんですね。例えば東日本であれば50分の1秒か100分の1秒で写真を撮ればフリッカーというものは映りません。で、逆に西日本は60分の1秒か120分の1秒が、フリッカーが映らないシャッター速度ということになります。僕の住む沖縄は西日本に当たりますので、普段は 24fps で動画を撮るときにシャッター速度を50分の1秒という適正なね、一番適正なシャッター速度を選んでるんですけれども、どっかお店とか行ってさ、蛍光灯があってちらつくときなんかは、50分の1秒じゃなくて、fps 24fps に対してシャッター速度を60分の1秒にしてですね、フリッカーを避けます。結構こういう難しい、いろんな細かい知識がないと、いい動画っていうのは撮れないものなんですね。はい、ということでここまでこんがらがらずについてこれましたかね皆さん。で、続いてはね、 ND フィルターというものの話をしたいと思います。写真なんかでもね、 ND フィルターというのはよく使われます。 ND フィルターって何かというと、レンズのサングラスみたいなもんですね、簡単に言うと。あえて入ってくる光の量を少なくするという、そういうフィルターなんですよね。で、動画ではなぜこれが必要になってくるかという話なんですけれども、 24fps で撮る場合は当然、シャッター速度の理想は50分の1秒になってくるわけなんですけれども、外に出てさ、太陽ピーカンの下で50分の1秒なんかで映像を撮ろうとした日にはもう真っ白にホワイトアウトしちゃうぐらい、光が入ってきちゃうわけですよね。だから光の入ってくる量を制御しなきゃいけないんですよ。もちろんシャッター速度をね、速くすることによって、例えば4000分の1秒とかね、することによって入ってくる光の量っていうの少なくできるんですけれども、先ほども説明したようにパラパラ漫画みたいになってしまうんですよ。だからどうしても50分の1秒で適正な明るさで撮りたいという話になってくるわけですね。そうなった時に、50分の1秒のまま ND フィルターというものをね、レンズに装着して撮影します。一度ね、その例を見ていただきたいと思います。はい、こちらが今 24fps 50分の1秒のシャッター速度で撮影をしている映像です。もう映像とかっていうより真っ白くしらっちゃけてますよね。これに ND フィルターをかぶせてみます。あら不思議、こういう感じでね、適正な明るさになるわけなんですよね。こういった外での明るさが必要以上にある場面ではどうしても ND フィルターっていうのはやっぱり必要になってきます。基本的に ND フィルターって、ND8、ND16、ND32 っていう風に数字が大きければ多いほど、濃いサングラスになってくるわけなんですよね。なので明るさに合わせて、今日はめちゃくちゃ太陽出てるから ND32 のものをつけようとか、今日はちょっと曇っててそんなに
サングラス濃くなくていいから ND16 で行こうとかっていう風にね、変えていくわけなんですけれども、めんどくさいですよね、いちいちその明るさに応じてサングラス取り替えるっていうのもね。なので可変式 ND フィルターっていうものがあります。この可変式 ND フィルターっていうのは、まあ、ここからここぐらいまでの濃度を簡単にこう、リングを回すことによって変えれますよっていうようなものなんですよ。で、安すぎるものだと、X 村っていう村が出ちゃったりするので、あんまり安いもの買えないんですけど、ただ高いものだとね、もう6万とか、5万6万とかしたりもするんですよね。そういうものってなかなか買えないと思うので、僕ね、実はいろんな安い ND フィルターを今までもうほぼ全部試してきたんですよ。その中で一番いいなと思ったものがこちらの、ND フィルターですね。K&F コンセプトさんというメーカーの ND フィルターになるんですけれども、ここのメーカーのものがね、値段も安くて、村も出なくて一番使い勝手がいいです。で、これをね、概要欄にリンク貼っておきますので、自分が動画用に使ってるレンズの口径に合うものをね、ぜひ、Amazon の方で買ってみてください。で、全部のレンズの口径があるわけではないですので、自分のレンズにね、合わないって場合もあると思うんですよ。その場合は自分のレンズの口径より一回り大きいサイズを買ってですね、ステップアップリングというものをつけて、かませばしっかりとレンズにくっつくんですね。なのでそのステップアップリングも合わせて概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらを、見てみてください。はい、ということで、本日説明したものが動画におけるシャッター速度のことでございます。少しは参考になったかなと思うんですけれども、いかがでしたかね。参考になったという方がいたらグッドボタンと、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。今後も日曜日は動画のことについて配信していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次回もお楽しみに。 See you!